2月19日、名張中学校体育館でランポーレ三重のメンバーが集まり、地域リーグへ向けた練習が行われました。この日は北森文也選手、マラバンガリー選手、下馬場修選手に加え、1月のトライアウトに参加できなかった選手や、トライアウトで優秀だと判断された選手も集まり、実際にランポーレ三重のメンバーと共に練習を行いました。また1月、新たに就任したアシスタントコーチ、野村拓也さんも今回初めてランポーレ三重の練習に立ち会いました。今回は野村拓也さんの指導の様子をご紹介します。フォワードに主力を合うときに使ったいいプレーで、もう一個はハンドラーがボール運んでる選手がもうそのまま攻めたいとき、ピック行くんだけど、ただピック行くんじゃなくて基本パピーがスクリーン。この日参加したランポーレ三重の候補生は4人、ランポーレ三重の選手と合わせて8人での練習です。大事なの形を教えるよ、形を教えるけど、イージーにバックドア。野村さんはこれまで県外で高校バスケ部の外部顧問やバスケットボールチームのスキルコーチなどの任につき、さまざまな場所でチームを支えてきました。スキルコーチやトレーナーとしての経験を生かし、練習ではより実践的なアドバイスを選手たちに投げかけます。そしてアドバイスを送るだけでなく、自らも練習に参加し、選手の伸びしろを確認、気づいたことは個別にアドバイスします。体倒してるから、前見てるけど、これでもう大ハンドで隠しておくとプレッシャーかけてっていう感じで、もっとキープ力が良くなるかもしれん。あとやっぱりこの状態からパス通してほしいから、前見てでも取られなくてキープできるようにをもっと引くと、もっともっと良くなると思う。最後は名張市内で活動するバスケットボールチーム MM と練習試合が行われました。スクリーナーが動いてそのままゆっくり行ってていきなり出るのがやっぱり難しいから、スクリーナーのディフェンスは手つけようって練習したよね。触っておけばそのままいったらそのままついてバッて出れるし、マークマンもあスクリーン来たって気づいたけど、さっき手を回す習慣つけとかないと、見えないときにバーンってぶつかってやれてしまって点数取られるのはすげえもったいない。だからより一ランクハードショーンディフェンスを徹底するために手をもっと使って、オフェンスはどん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 ああいうふうに相手とこ狙って打っていけばいい。もっとアタックしてもいいかな。こうなってるのがちょっともったいない。やったらもう離れて、俺もオフェンス参加しませんよからバッていった方がいい。じわじわやってヘルプがじわじわ仲寄っちゃう方がもったいない。取るねんけどね。取るねん。声は出さないから無理。選手的声がディフェンス簡単になる、オフェンスも簡単。だから声、注文、ちゃんと言って一緒、声出して、yeah. 初対面の人おるわけが、そこで普段コミュニケーション2人がどれだけ声出せるかも意識して、はい、やっていこう。2月末時点ですでに3人がランポーレ三重の選手として加入が決まり、練習生としても1人加入が決まっています。選手としての加入が決まった跡部春樹さんに聞きました。はい、4月から、入ることになりました跡部春樹です。ランポーレ自身が若いチームなので、僕も若いんでアグレッシブなプレーでちょっとチームを沸かせたいなと思いました。とても若くてみんな走ってアグレッシブで、ちょっと外国人とかもみんなで合わせれてできたのでよかったと思います。ランポーレ三重を一勝でも多く勝てるように貢献できるように練習して頑張ります。ランポーレ三重代表の北森文也選手は、名張はバスケットボールをプレーする環境が整っており、若者移住定住の推進もしているので、チームとしても名張市に協力していきたい、20代の若い選手をこれからも集めていきたいとコメント。これからのランポーレ三重に期待が高まります。